ドファールクラブのチームユニフォームとキャップドファールスポーツ文化社交クラブはオマーンドファール特別行政区のサラーラを本拠地とするサッカークラブである。2013年現在国内最上位リーグであるオマーンリーグに所属している。ホームスタジアムはアルサーダスタジアムであるが以前使用していたサラーラスタジアムもホームスタジアムとして利用することがある。 どちらのスタジアムもオマーン政府が保有しているが、ドファールはサラーラのアルサラーム通りにクラブ所有のスタジアムや練習設備を保有している。ドファールはオマーンリーグで最も成功しているクラブである。合計11回の国内リーグ優勝を誇り、国内カップ戦であるスルタンカーブースカップでも8回優勝、1回決勝に進出している。 ドファールは1995-1996シーズンにはガルフクラブ選手権において決勝に進出したがサウジアラビアのクラブアルナスルに敗れて準優勝に終わっている。クラブはライバルクラブであるアルナスルサラーラと共にこれまで一度も2部リーグに降格したことがないクラブである。1920年から1940年代に かけて創設された他のアラブ地域の競合クラブに比べて創設は遅かったもののドファールはそのタイトル数19という数でアラブ世界において上位30位のクラブにランク入りしているサラーラにサッカークラブを創設する動きは街の人々の話し合いの結果1960年代に始まった新しいクラブの名称候補としてはあるア,アハリ、あるナフダ、あるアラビー あるシャーラなどが上がったが、最終的に、クラブ名は、人々を意味する、あるシャーラに決定され、1968年に、新しいクラブが創設された。2年後、創設したばかりのクラブは、同じサラーラにあったあるシャーラと合併し、ドファールとして、再始動することになった。クラブの初代代表には、サリムエール・キャスリが就任し、1975年まで、代表を務めた。 ドファールは近隣クラブであるアルナスルと共にオマーンリーグで優勝を争う一番手のクラブであると一般的に考えられているが08、09シーズンのように負けが続いて順位を落としスルタンカーブースカップでも早期に敗退アルナスルと共にリーグ残留をかけた争いをすることもあるドファールは2009の10シーズンは国内リーグで あるスワイクに数ポイント及ばない2位でリーグ戦を終え AFC カップ2011の出場権を手にした。09から10シーズンは早い段階でリーグ2位が確定し、ドファールは優勝するために現所属選手との契約見直しや大物選手の加入交渉を行った。サッカーオマーン代表と同じくドファールは赤をクラブカラーとしている。 1990年代までドファールは上半身は赤、下半身は白のユニフォームで戦っていたが、21世紀を迎えるにあたりドファールはユニフォームを全身赤のユニフォームへと変更した。ドファールはこれまで様々なスポンサーとキット契約を結んでおり、その中にはプーマ、ロット、グランドスポーツなどが含まれている。現在はアディダスがドファールにキット提供を行っている。 ドファールはこれまで様々なスポンサーとスポンサー契約を結んでいるが、胸スポンサーが注目を浴びることはあまりないオマーンの新聞社、アルワタン、ドファール保険、アルマカンカフェなどがドファールと契約を結んできた。現在はマスカット銀行がクラブの胸スポンサーを務めている。歴代所属選手、歴代代表の一覧、ありがとうございます。